んばんは。深夜の株の配信、ということで、こんばんはですね。二人じゃなくて三人なんですね。おお、美人が二人もいるじゃない。だれーということで、一人はいつものひななんですが、もう一人はですね、今成さんとおっしゃいまして、ヤフーファイナンスの方なんですね。今成さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヤフーファイナンスでコンテンツの制作だったりとか企画を担当しております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ね、僕たちはですね、いつもヤフーファイナンスの掲示板の方をベースにいろいろ書いて、で、みんなと交流して、で、週に一遍ぐらいこういった生配信してるっていう、そういうふうな形で活動してますけれども、いやー、すごいですね、あのヤフー掲示板の書き込み量。そうですね。ヤフーファイナンスとしては、掲示板がやっぱり、オリジナルコンテンツとしては、かなり盛り上がっているので、そこで、お二人が書き込んでいただいているのが、すごく、こちらとしては嬉しい限りです。いやいやいや、もう、だって、サーバー、すごいでしょ、稼働量。そうですね。やっぱり、なんかこう、市況の盛り上がり、に、まあ、比例してるものもありますけど、やっぱり深夜とかにね、わーっと書き込んだりとか、夜が明けた瞬間とかね、すごいですね。今、株高じゃないですか。はいはい。書き込み量って上がってます？そうですね、比較的多いんじゃないかなと思いますね。PV にやっぱり比例、全体の、ページビュー数に比例して、たりするので、結構最近は書き込み量も多いと思います。今のところで、まあ、すごいわ、書き込みっていうのは。どんな時でした？例えば、トランプ大統領になった瞬間とか。あの時もそうですね。株ガー起こったでしょ？はい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 。で、今回もコロナで1月2月ぐらいガー起こったでしょ？はいはい。ああいう時多いんですか？そうですね。やっぱり、アメリカの方の、事情で、まあ、大きく変化した時とか、あと安倍さんの、体調の、ね、悪くなってしまった時とかも、多少ありましたけど、日経平均も影響ありましたよね。それ、ひなさん、やっぱりね、はい、みんな不安だからですよ。誰かと共有したく、ね、不安を誰かと共有したくて、ヤフー掲示板にすがるんですけど、割と冷たしらいされて、かえって嫌になっちゃったりしてね。そうですね、24時間書き込めるっていうところと匿名性があるっていうことなので、うん、やはりちょっとツイッターに似たような感じでね、うん、情報交換しやすい場所にはなってますよね。ね、まあ、うちの掲示板、投資部屋の方はそんな悪いこと書く人いないんで、安心してお付き合いください。うん、まあ、全体的に見れば、そういうね、悪いこともずいぶん昔に比べたら、全然淘汰されてるし、安心していろんなことが ね、書き込めるし、参加できるとは思うんですけど。今日せっかく今成さんに来ていただいたんで、ヤフーファイナンスについてちょっといろいろ語ってもらおうかなと思ってるんですが、いかがですか？あ、はい、大丈夫です。よろしくお願いします。こちらこそ。お願いします。まずどんなところからいきますかね。ちなみに、ピストンさんとひなさん、ヤフーファイナンスって月にどれぐらい来てるか、お客さんが来てるかとかってご存知だったりします？大体どれぐらい？ページビュー？アクセス数、お客さんの数ですね。ニーズです。100万人とか、うん、うんうんうん。100万人って言ったらすごいでしょう。ね、ちょっと、おおよそでも皆目見当がつかないんですけど、見てる方は、ね、他の情報サイトよりは圧倒的に多いとは思うんですよね。うん、ラジオ100万人ぐらいなのね。うん、今ですね、月間で2000万以上ぐらいの方が来てくれてるんですね、ヤフーファイナンスに。そうなんです。皆さんだから、ね、日々のニュースとか見て、まあ、そのまま銘柄見て、ご自身のポートフォリオを見てみたいなのが、よくあるパターンだと思うんですけど、まあ、もちろん掲示板をね、夜深夜にこそこそと見て楽しんでる方も多いと思いますけど。なるほど。それぐらいの方が、はい、来てらっしゃっております。でも、社内の方も。ファイナンスってさ、キュレーションしてるじゃないですか。いろんなものをキュレーションしてるから、はいはい、だからそこに行けば大体も揃ってるっていうね、デパートみたいなもんですよね。あ、そうですね。うん、まあ、日本株が大きいかなと思うんですけど、それ以外にもその決算だったりとか、うん、今言ったニュースとか、うん、あとは指標とかですね、たくさん情報がありますので、そこで全て、見て完了するっていう感じですね。僕、ビッグ会員ですから。ビッグ会員。ありがとうございます。お金払うやつですから。今成さんのお給料ちょっとだけ払ってる。
ありがとうございます。あれ、便利ですよ。いろんなね、情報があって。で、あの、株価と、それから、あとは、その銘柄の掲示板と情報と、あとは、最終的にニュース。これがまとまってんのが、偉いですよね。はい。うん。じゃ、ちょっと、ヤフー掲示板とかみんな使ってると思うんだけど、ヤフーファイナンス自体ね、トップのページから入ったことない人も多いと思うんで、そういうところ、ちょっと紹介してもらえませんか？わかりました。じゃあ、ヤフーファイナンスのトップページをですね、とお見せしますね。いろんな機能があるんですよね。スクリーニングができたり。今見れてますか？お、見ましたね。はい。これ今ヤフーファイナンスのトップページですね。トップページざっと見ると、すぐここにヘッドラインニュースで今日のピックアップされたニュースがですね、配信されてますと。で、そうですね、右の方にか、マーケット情報だったりとか、うん、まあ、ランキングだったりとか、そういったところが、うん。で、ここからいろんな好きなところに、うん、皆さん見ていただければなと思います。もちろん、その一番上のメニューのところにも、株式だったりとか、うんうん、FX とか、投資信託とかっていう、サービスに、遷移できますね。うん、なるほど。はい。だからやっぱまとまってるよね。でそうですね。他の人気サイトの記事も転用されてるじゃないですか。株単とか。はい、はい、はい。はい。そうですね。そこが便利ですよね。はい。まあ、ここを、ヤフーファイナンスでニュース見ておけば、まあ、一日の出来事だったりとか、うん、まあ、市況の変化だったりとかっていうのは、おおむねもう、バッチリだと思います。うん、なるほど。はい、まあ、それ以上の、なんで上がったのかわかんねえ、なんで下がってるのかわかんねえみたいなことは、ひなが聞くといろいろと出てくるんですよ。裏話とかね。情報が。わかる範囲で。言える範囲で。そうですよね。だからそこで、僕とひながやっている掲示板の方に、疑問なんかも書いたら、もしかするとひなが答えられることだったら答えるかもしれないし。うん。うん、もう、まっとうな理由じゃないやつもありますからね。上げ下げ。そうですね。思惑で上げ下げするものもあるので、うん、でも意外とこのヘッドラインニュースに出てる記事、フィスコさんのですとか、そういったレポートにも、こういう思惑で上がったんじゃないかっていう、そういう分析も書かれてる、レポートもあるんですね。なので、ここのヘッドラインニュース、ものすごい勢いで、変わってきますよね、記事がね。どんどん更新されるので、はいはい、こう、パッと表示されてる今のページだけじゃなくて、なんだっけ、これ、ちょっと数分前っていうか、こう、ね、ヘッドラインをもっと見るっていうところをクリックして、ね、ちょっとバックナンバー的に見ていくと、時系列でわかりやすいですね、相場が。これ、ニュースのどれを取り上げるかって全部取り上げるわけじゃないから、それは人間が選んでるんですか？ AI が何かのフレーズ見て選ぶ。一応各 CP さん、IFIS さんだったり、これフィスコさんだったりとかから入稿を受けて、それを流しているっていう形になりますね。じゃあ推薦というか、向こうが選んできたものを、はい、そうです、そうです。じゃあ向こう側が自信があるものとか大事なものっていうところが、条件になってるわけですね。そうですね。なるほど、なるほど。分単位で多分見てわかると思うんですけど、今そこまでですけど、本当に、朝とか特にですけど、1分、2分とかでどんどんニュースが更新されていってしまうので、はい。私も過去こう、フィスコさんでレポート書いたときに、朝一でヘッドラインニュースのトップに出てて、わあ、嬉しい、スクショしようと思って数分後見たらもう流れ、うん。そうなんです、そうなんです。なるほど。やっぱ朝見るの、なんか焦りながらね、自分のポートフォリオを手直ししながら焦りながらやるからね、みんなね。あとはどんな使い方があります？あとはですね、一つ、新しくですね、10月から始まったんですけども、ここにトップのデカデカとこう、バナーが入ってるんですけど、これ広告じゃなくてですね、ヤフーファイナンスの新しいサービスでですね、ヤフーファイナンス上で投資信託を買えるようになったんですね。で、ちょっとパッとこう見ると、ヤフーファイナンス上で、まあ、ジャパンネット、
グループ企業のジャパンネット銀行で取り扱ってる投資信託を、銘柄のところから、取引するっていうボタンがあるので、そこを押してもらうと、投資信託の売買ができるっていうようなサービスなんですね。なんかそういったところで、日々ニュースを見て、銘柄見て、ポートフォリオ管理して、掲示板見つつ、ちょっと株ではないですけど、投信とか、買いたくなったら、このサービスを使ってもらう、一気通貫したサービスを提供できるようになったっていうのは、最近のおすすめポイントですね。なるほど。まあ、はこうい。いうなんか上げ上げの時期は意外に投資もいいかもしれないし、心が折れてもうプロに任せたいなと思ったら投資そうですだね。なよかなか管理しづらかったりとか、時間がない方にとっては、そね。の方がいいかなとは思いますね。なるサイほトど。が分かりやすいっていうのが一番いいですよね。その取引するときに、どこのサイトから入って、どこクリックして売買したらいいか分かんないけど、こういうヤフーファイナンスのサイトからね、簡単にこういう売買ができるっていう、購入できるっていうのは見やすくて分かりやすいですよね。これ購入するのは、もちろん口はい。座、そこの銀行に口座作ってないといけないんでしょ、最初にね。そうですね。投資信託口座を作っていただければ、どなたでも取引できると思います。それはあれですか、チャットみたいな形で相談乗ってくれたりとか、そういうこともあそうですね。今ちょっとヤフーファイナンスのチャットがないので、るの？直接相談はできないんですけども、さっきのこのページからですね、行くとも、申し込みの動線がありますので、こちらから申し込んでいただければ、行くことができます。なるほど。買ってみはようかい。な、俺。お願いします。ジャパンネット銀行持ってないけど、まずそこからなんだけはい。どさ。便利な世の中になりました。これ、見てる人はね、今成さんってさ、見た目いいのに株とか投資の話してて何者なのって。なんで株やってんですか、今成さん。正直、今の仕事をしだしたタイミングでですね、ヤフーファイナンスっていうサービスを、に関わらせていただいたタイミングで始めたんですけども、ああ、そうなんだ。そうなんですよ。ただね、私、貯金するのがすごい苦手だったんですよ。で、浪 費そん女な人なの？が、そう、投浪資費してい癖いののあかっるて。女なの？そうなんです。何買うんですか？いや、もうそれは、女子的にはね、ひなさんね、バッグとかね。また使いもしないバッグとかお洋服とか、そういうの、化粧品とか。そうですね、多いですね。爪に塗るそうやです、つと貯か金。固まっちゃってたりするんじゃないですか？そう、よくあります。で、買うことが楽しいっていうところありますもんね。そうですね、買っショてッキ満ングで足あっじゃなていけも。どね。あら。で、その時に、最初だから私、FX からスタートしたんですよ。で、FX で日本株いて、投信やってっていう形で、これ貯金するより楽しいなと思って、お金が増えたり減ったりしながら、かつ、そこにお金投入してきながら、少しずつ上がっていったりするわけじゃないですか。なるほそうど。いうなんか遊び、というかスリリングな面もありつつ、なんか貯金もしていけるような、資産の、増やし方っていうところがすごく自分には合ってたなと今では思いますね。世の世中界のだ動きからがちょっ分かとるようになっ情たんで報ね。共有を戻して、ちょっとみんなの顔をアップしてください。今成さん、こういう人です。浪費から始まって投資 やにめて目く覚だめさい。て、そしてご自身の周り、ご家族とかに投資やられてた方とかいるんですか？そうですね、そんなにでもいなかった、やってても投資信託とかそういう感じですね、そんなに、もちろん同僚とかはやってましたけど、そうすると、あら、あんた、そんなことやってんの？とお父さん、お母さんがびっくりしたりみたいそうですね、最初は母親は言ってましたけど、もうそんなに察しますよね。ね。ひなは、そもそもなんで始めたの？
私も今成さんときっかけは一緒でお仕事からですね。パートで勤めた投資顧問っていう、もう投資顧問が何してるところかもわからず、経理とか事務のパートを募集してたんですね。それで、時間ですとか、時給が良かったので、入ってみたら株を扱ってる会社だったっていうことで、じゃあちょっと勉強してみたいなと思ったのがきっかけですね。そうなんですね。で、勉強、独学ですか？ひなは独学？あ、私、うん、私はやはりそこの投資顧問っていう会社自体が株式を取り扱っているところなので、うん、でも詳しくこう教えてもらったことはないので門前の小僧って感じです。毎日皆さんの会話とかを聞いたり、うんうん、その知らない言葉をサイトで検索して、だから本当ヤフーファイナンスさんにはお世話になったんですよ。ニュースとか、とにかくその銘柄のことを調べるときに、今ほどツイッターもそんなに盛り上がってないときで、とにかくヤフー掲示板で有名な投資家の人がいっぱいいたんですね。でその人が書き込むと株価が上がるとか、そういうちょっとマネーゲーム的な有名な人がいくつかいたんですよ。でそういうのをチェックしたりとかしてましたね。なるほどね。まあ、みんなヤフーのこういった掲示板とかお世話になってる、そういうことだと思うんですけど、うん、僕もそうですよ。僕はそもそも親が亡くなって、親が持ってた株を受け継ぐことになって、それから始めたんですけど、もう最初は対面の証券会社の親の代からやってくれてる方に面倒見てもらってたんですけど、そのうちにうまくいくもいかないのね。責任結局誰にあるかって言ったら僕になっちゃうわけじゃないですか。でうまくなんかいかないときは、自分のやっぱりせいでうまくいかなくなるんだったらまだ納得できるかなと思って自分で始めたんですけど、まあそのうちひなと知り合ってね。で、ひなと知り合う前から、マザーズの株とか一人でやるようになって、で、変なやつ手出して、ガー怒ったりとか、そんなことをやってるうちに、何年か経って今に至ると。面白いですね、投資。あ、で、はい。はい。そういうことなんで、皆さんね、ヤフーの今度ファイナンスの方を、ぜひとも一回ご覧になっていただき、あとは、ピストニスターとひながやってる投資部屋の方の書き込み、引き続き、いろいろと書いていただきたいと思いますけど、どうでしょう、ひなさん、ここのところの、株価、非常に高いですけど、この盛り上がりってまだまだ続きますかね。そうですね、日経平均も堅調なので、ただちょっと今月に入って、後半、月後半に IPO のラッシュがありますよね。うん、なので、やっぱりそれをこう買うために、その個人が換金売りするっていう流れも出てくるとは思うので、ちょっといまいち個別銘柄、特にマザーズとか新興市場の伸び悩みっていうのは出てくるかなと思うんですが、全体相場的にはちょっと期待しておきたいかなと思いますね。警戒しつつも。ね、そうするとやっぱりヤフーファイナンスの掲示板やその他盛り上がりますね、今成さん。そうですね、皆さん来ていただければ。我々はすごく嬉しいです。はい。ということで今日は今成さんにですね、ヤフーのファイナンスについてちょっと聞きましたけど、まあ投資部屋の生配信番外編ということで、また来週、個別なんかもやろうと思いますから、ぜひともご覧ください。皆さん、お疲れ様、ありがとうございました。お二人もありがとうございました。ありがとうございます。